津村秀松津村秀松は、日本の経済学者、実業家、神戸高等商業学校教授、大阪鉄工所取締役会長等を歴任した、和歌山県日高郡御坊町出身、旧西和歌山県立和歌山中学校を経て、1899年、東京高等商業学校、現、一橋大学専攻部を卒業、東京高等商業学校校長だった、 小山健造の娘と結婚している。1900年から1903年まで欧米に留学し、留学中に石川岩尾、石川文吾、神田内部、滝本義尾、志田太郎、福田徳造、関一と共に商業大学の必要を兼議し、東京交渉の大学昇格運動を始める。帰国後、神戸高等商業学校教授に就任。九百十五年、 法学博士号を取得した。その後、久原財閥の久原本店理事に就任し、飯島万次教授を久原正治に入社させる。1926年から大阪鉄工所取締役会長を務め、専務の飯島と共に再建にあたり、1932年に共に退任した。この他に、久原合名理事、久原正治専務、日本紀線専務、 昭和商事部常務、日本産業取締役、日高銀行監査役、久原用地部監査役、海洋社監査役、日本共同規線取締役を兼務した、映画評論家の津村秀夫や、詩人の津村忍は子、俳優の津村隆は孫、ありがとうございます。